グレーチングの盗難やスクラップ置き場での火災などが相次ぐ中、県などは抜き打ちでヤードの立ち入り検査を行いました。昨日、県と警察などが抜き打ちで立ち入り検査を行ったのは、県内30カ所のヤードです。ヤードは不要品の回収などを行う作業場で、外国人の不法就労や盗難品の売買など、 一部が犯罪の温床になってていいると指摘されていますまた物の保管方法などが適切でない場合火災や物の飛散などさまざまなトラブルにつながる恐れもあります掛川市では県と市の職員が金属くずや使用済みの家電などが正しく取引され安全に保管されていることなどを確認しました火災が 発生したりですとか、あと周囲の生活環境に影響が出るような場合もありますので、パトロールを定期的に実施して、あのそういったことがないかということを確認しております。立ち入り検査では、ヤード内で物の分別などが正しく行われていない業者が複数確認され、県などが指導を行いました。